友人のギブソン・レスポールは重量 3.7 キロなんですけどどう思いますか。まあそれで言うとある一時期のレスポールはそうとは言わずに中身をくり抜いてたっていう話があるので、その時のやつとかは買いたくないですよね。その嘘ついて売ってたみたいな、作ってたみたいな感じのものは。あんま気にする必要ないんじゃないかな。気が重けりゃ重いほどいい音がするとか、軽けりゃ軽いほど鳴るとか、そんなのは別にあんまないというか、ないことはないんでしょうけど、こう意味がある情報ではないと俺はすごく思ってますね。そのあとは、原稿が何ミリとかっていうのも、いやそしたらそれフレットの高さとか考えてんのとか、なんかそれ以前にもっと調整するとこいっぱいあるよとかみたいなことをまず真っ先にそういう質問が来たら思ってしまいますね俺は。そう、まあだからそんな感じです、そういう認識俺は。ただしそのくり抜いてた時代とか、まあ黙ってくり抜いてた時代とか、だから要は妙に軽いもの、軽すぎる、不自然に軽いものみたいなのは嫌だなって感じですね。そうしてますよって、エキシビジョンの時に売ったあの復刻版のキャナリーイエローみたいに、もうそのチャンバード加工みたいなやってますよっていう風に言ってればいいですけどね。だからそのなんか黙ってくり抜いてるかどうかの判断基準として、そのでも3、まあ俺あんま詳しくないけど、その 3.7 キロって別に普通にあり得る重さなんじゃないですか。4.2 キロとかぐらいとかもよく見るような気がするけど、あと今このいつさんって書き込んでくれましたけど、まあ俺もそうなんですけど、重たいギターはしんどい。俺とかもうそもそもレスポールがもうしんどい。このギターが個体として重いかどうかよく分かってないですけど、もうだからアクシスとか MG とか弾いてるのはめっちゃ楽ですね。だから楽に練習できた方がいいよねっていうのはめっちゃあると思うんで、そういうメリットがあるという意味では軽いレスポール、そのなんていうか音にそんなに大差ないよっていう範囲で言うと、軽ければ軽いほど楽でいいかもしれないですね。だタック松本も DC になって何が良かったかって、軽くなったのはめっちゃ良かったんじゃないですかね多分わからないですけど、キャナリーイエロー復刻版チャンバードになったのも、もしかしたら軽くなった方がいいんじゃないかっていう話が本人から出たとかね、わからないですけど、これだから年齢はすごくあるかも。だからこのイツさんもしかしたら俺と同じぐらいとか上とかなんじゃないですか。40代か50代なんじゃないですか。もうね、もう年齢ですよ。20代の時はギター軽い方がいいなんか全く思ってなかったけど、あとまあだからいくらトレーニングやっててもこんな重たいもん首とか肩とかから下げて、いやだから肩からバッグを下げてるとして、こんだけそのバッグが重たかったらしんどいですよね。で何時間も出かけるとかってやったら、これ相当しんどいことやってるんで、ギター抱えてしかも何時間もね、5時間も10時間も練習するわけですよ俺は。だから相当しんどいことやってるので、まあ軽けりゃ軽いほど楽ですごくいいっていう感じ。そうだからそこもありますね。なんかその細かい重量差とかで、なんかギターのなんか音がいいことにすごくこだわりたいのか、そういうことを言う人はわからないですけど、細かい音にこだわって、じゃあ80点が81点になりました、でもめちゃくちゃ重くなってしんどい、あんま練習しなくなったら点数が20点ぐらい下がりましたみたいな、まあ、ことになりかねないっていうことですね。テラニさんの今持ってるギブソンめっちゃかっこいいです、ありがとうございます。めっちゃかっこいいです、めっちゃ綺麗です。楽器屋でこう足元に置いてあるんですよ。このレスポールスタンダードって別にグレードが高いギターじゃないので、だから下にあるものを見てるんで、要はこういう角度で見てるんですよ。だから俺にはこういう風に見えてたんですけど、実はこういうギターだったっていうね。だんだんこうある程度やっぱ20年経ってるんで、このギターもこう色あせてきて、この目が明るくっていうか、すごくよく見えるようになってきたような気はしますね。ちょっとこんなに良かったかなっていう見た目で、まあ俺もほとんど家の中にギター置いてあるので、直射日光をこのギターが浴びたことなんてなんか数少ない。なんか一応その昔人の手伝いとかで野外ライブみたいなのに出たこととかが何度かあるんですが、だそういう時ぐらいなんで色褪せてない方だと思うんですよこれでも。なんで中古で探して、個体によってはもっとギラギラ目立つようになってるものがあったりするかもしれないですね。まあでもこのなんか見える時は見えるみたいなのがね、かっこいいみたいなところあるんですけどね。
なんかおじさんになるとストラトの良さが分かってきたみたいなことを生きって言ってる人がいたとしたら、それなんかおじさんになって体力なくなったから軽いギターの方が良くなったんじゃないのみたいなことはもしかしたら。あと弦も、あれ、いや弦はあれか、テンションが同じゲージを張ってたらストラトの方が長いからきついか。あ、なんでストラトってきついからそもそも 1-0 張らないよねっていうのはあるかもしれないですね。楽な方へ楽な方へおじさんは行ってしまうっていう説はあるかもしれない。まあ楽な方へっていうか弾けなくなるんで、もう手が痛い、指が痛い、手首が痛いとかってなったら怪我や腱鞘炎とかそういうものにつながるんで、まあ仕方ないんですけどね。いや必要に迫られて軽いギター、楽なギターに行くっていうことかもしれないですね。おっさんには PRS が軽くて最高です。ああ、まあ PRS いいですよね絶対。でまあいいんですよ PRS、 よくできてるというか、普通にやっぱりグレードが高いギターだなって感じが、なんかたまにいろんなとこで島村楽器で触ったりとか、生徒の家で触ったりとか、楽器屋でちょっと触ったりとかしたら、なんか常々毎回思いますね、よくできてる、高品質だなってすごく思いますね。でアンプとかエフェクターとかでこんぐらいギャンギャンに音作ってたら、こんだけ音バシバシにしてたらもう別にそのギターの細かい違い、あのギブソンレスポールみたいな音が PRS だとしないんだよねみたいなこと言う人いますけど、そんなんわかるかなってまあ思いますね、はい、あのそまあまあそんなわかる感じのジャンルでやってる人だったら知らないですけど、はい、だからまあそれ以上にその高品質であることとか、軽いっていうこと、軽くて楽だっていうこととかのメリットの方がまあはるかに大きいんじゃないかなとは思いますね。おじさんは軽いギターを選びましょう。ありがとうございました。まあ、この人はおじさんかどうか知らないですけどね。まあ大体おじさんですよねでもね、うん、で私のギブソンレスポールスタンダードはくり抜かれる前の年のモデルなんですけど、軽いのでくり抜かれているのでしょうかね。あ、だから俺もちょっとその詳しくは覚えてないんですけど、知らないんですけど、あの言わずにくり抜いてた時があったって言ってむちゃくちゃあの叩かれてた時があったらしいんで、あ、もしかしたらその時のやつかもしれない、うんですね、はい、まあ全然わからないですけどね、真相は。わからなかったらしょうがないですよね。でまあ言おうとしてたら別にいいんじゃないですか、俺のギター軽いんだよねでいいんじゃないですか別に。あの今散々言ってたように軽いギターは正義なんで、もうおじさんにとって、はい、軽いことはいいことなんで、はい、よかったですね下手ギターチャンネルさん、はい、あなたのギター軽くてよかったですね。